中也はカゴに乗ると持ってきた白帝の本を開いてみたそれは中也が頼んだ浄瑠璃の台本で芝居の中幕に使う所作を主とした心中物語であったあいつの負けず嫌いも久しいものだな中也は微笑しながらつぶやいた。 十一人の自分から俺を殴ってやると言っていた。そのくせいつも俺から離れない。ひょいっと振り向いてみると、そこにしょんぼり幾多がいるという風だったな。彼は白帝の本を広げたまま、その目をぼんやりと前方へ向けた。二人の屋敷は近くはなかったが、少年時代から親しく付き合ってきた。 中藤の屋敷は麹町の土手四番町。幾多は清水五門の外にあった。はっきりした記憶はないが、小さい頃、田安御五門の外にある広い草原でよく戦遊びをやった。初めて知り合ったのはそこだったろう。歳は同じだが、俺より背丈が低く、痩せていて泣き虫だった。 泣き虫のくせに強がりで喧嘩っっ早く相手構わずにかかっていっては泣かされその度に俺は謝ったり止めに入ったり時には幾多に代わって相手をやっつけたりしたものだ。幾多家は五百石余りの旗本中藤は同じ旗本でも八千石でその身分の開きも彼の神経に引っかかっていたらしい。 いつか一度は殴ってやる。生田は十五六の頃から冗談のようによくそう言っていた。単純な表現ではない。それは最も親しい感情を表すと同時に本気で殴りたいという気持ちをも含んでいた。生田はいつも俺をしまかそうと考えてきた。 俺が家族間の面倒な問題で、19歳の時に家を出、時わず文字太夫の弟子になった時、幾多も俺の後を追って家を出た。彼にはそんな必要はなかった。次男坊だが、業師の縁談も始まっていたそうだし、かなりな良縁だったように聞いた。それにもかかわらず家を飛び出し、 芸人仲間になど入ったので、彼は一族から絶縁されてしまった。俺たち年代の者は、もともと武家生活というものに反感を持っている。無論、すべてがそうだというのではない。生まれながらに侍が身についている。というものの方が多いだろうが、そういう人間でさえ、 武家生活に心から満足しているとは思えないものが少なくないようだ。確かに幾多は芸事が好きだ。養子になって堅苦しい一生を送るよりは好きな道で気楽な生活をする方がいいだろう。けれども幾多がこの道に入ったのは俺をしまかそうという気持ちが一つの動機になっている。 おかかしししななな話だが、そのくせ彼は俺とと反対なことしかしないいい喉を持っている上に節回しの独特な艶っぽさは文字太夫門下でも五千の一人に挙げられるだろう金太夫を継ぐのは幾多だと大師匠も認めていたと思うのだがすると彼は脇へそれてしまい女出入りが始まった。 芸人にはつきものかもしれない。だが幾多の相手はいつも仇の女なので三度に一度はごたごたが起こった「それで俺を殴るか」「中也は口の中でつぶやいた」「バカなやつだ一体今度の女というのは何者だろう」「籠は間もなく元柳橋へ着いた」 料理茶屋岡本は夜玄堀に面している。もともと地月の大きな辞書持ちで、茶屋の方は先代の新助がやり始め、ほんの道楽のつもりだったのが、思いがけなくあたって今の新助の代になってからは、敷地も建物も倍以上に広げ、江戸市中でも指折りの料亭になった。 中夜も子供の時分から祖父や父に連れられてよく岡本へ来た。川開きの花火見物とか、鈴見船とか、もっとしばしば食事をしに来たもので、主婦さんや息子の信次、そして娘のお京都もその頃からの馴染みであり、彼が四番町の家を出た後、 神田の新国町でお雪と家を持つまでは、この二階座敷に五十四日も世話になっていたくらいであった。昼夜は岡本の門を入ると、玄関ではなく家族の出入りする格子戸の方へ回った。中庭には植木屋が三人いて、松の木から薪わらを解いていい。主の新助が、 黙ってそばで見ていた。格子堂を開けると、お経が長唄の師匠を送り出しに出たところであった。杵屋小十郎というその老師匠は、昼夜を見るとすぐに脇へ身をよけようとし、片方の足を下駄から踏み外してよろめいた。お経が、危ないと言って支えようとし、 老人は手を振ってそれを拒んだ。これが芸のうちでね。と言って老人は笑った。いえ大丈夫。そそっかしいのが私のたった一つのお愛嬌なんだから。そして昼夜に向かって一遊した。どうぞお通りなすってください。若旦那、どうぞ。 中夜は会釈をして上がった。内緒と板場の境にある階段の下で、後ろからお京が追いついてきた。年は二十歳になるし、背丈もたっぷりしているし、下膨れの顔も無表情なくらい落ち着いていて、どうかすると三つ四つもふけて見えることがあった。 産毛のような薄墨色のぼうぼう眉毛や近目だそうでいつも少しまぶしそうに細めている目つきやふっくらとした受け口またいくらか鼻にかかった声で一言ずつたどるように物を言うところなど全体が町娘というより相当な武家の奥ででも育ったような気品が感じられた。 お帰りなさい。とお京が言った。みなさん、もう見えていますわ。みなさん、大和屋だけじゃないのか。立花屋さんと紀の国屋さんがご一緒です。立花屋は八ぞ蔵さんの方、ご存じなかったんですか中屋はちょっと浮かない顔をした。 彼は階段に足をかけたが、二階座敷のどこかで三味線の音がするのを聞き、もう客か、と京の顔を見た。ええ、半時くらい前かしら、と京は答えた。おなっちゃんの話によると、ご大身のお武家様のようですって。お年は六十くらいで、 中の豊島さんが2人男芸者が2人だと言ったかしらああそう伊佐太夫さんも一緒ですって伊佐富蔵がおなっちゃんはそう言ってましたよ中也は首をかしげながら疲れたような動作で階段を上っていった彼は岩井半四郎とだけ話し合いたかった 二人だけでと断りはしなかったが、自分の気持ちは山和屋にはわかると思ったのだ。それをどうして市川八百蔵や木の国屋などを連れてきたのか。立花屋も宗十郎もまだ親しく付き合ってはいない。彼らがいるなら今日の話はやめだ、と中屋は思った。 2階のその座敷は10畳で、南側は堀に面しているし、廊下へ出れば大川が見えた。今も廊下の方の障子をいっぱいに開けてあり、やや西に傾いた春の午後の日光が座敷の中まで明るく差し込んでいた。ここには床の間がなく、東側は窓になっており、北側は 六曲の屏風を立て、そこに三人の客が趣向の前に向かっていた。真ん中に沢村宗十郎、その右に市川八尾像、左に岩井半四郎という順であるが、半四郎と宗十郎の間に一人分の席が空けてあった。お先に始めています、と宗十郎が会釈し,していった。 勝手ですが、挨拶は抜きにいたしましょう。どうかこちらへ。半四郎が空いている席を示し、中夜は一度三人に向かって辞儀をしてから、その席へ行って座った。お京が女中たちに手伝わせて、中夜の禅を整えるまで、話はあまり弾まなかった。宗十郎は中夜に、 どう挨拶をしていいかわからない、と言った。四番町の殿様、というのは中夜の父を指すのだが、彼には随分ごひいになっている。本来なら席を並べるわけにはいかないのだが、若旦那は今、時わず小松太夫で、芸の世界では失礼ながら自分が下座につくわけにはいかない。 もう一つ自分はあなたの羽唄が好きであるし、あなたの作る羽唄には続行惚れている。この芸の点では自分よりはるかに格が上位だと思っている。挨拶に困るのは要するにこういうわけである。と宗十郎は真から当惑したように笑いながら言った。 木の国屋ともある人にそう言われては、私こそ挨拶に困ります。中夜は尋常に会釈をして行った。土手四番町の家を出てから中藤の姓も捨てましたし、今度は宮古座で出がたりを務めました。これからは多遊方のお世話になる体ですから、どうかそんな遠慮はなさらないでください。 それが糸口になって、四人は和やかに飲み始めた。宗十郎は四十五六。八百蔵は三十絡み。半四郎と中也が同じ年の二十六であった。九時はお梅とおぺこの二人。お京は中也の脇に座ったまま何もせずに、おっとりと話を聞いていた。 おぺこはあだ名で本当の名はおりゅうという。歳は十七歳。体は肩太りの小さい方だし、丸顔で目もくるっと丸く、顎がちょっとしゃくれていた。どうしてそんなあだ名がついたのか誰も理由は知らなかったが、見ているといかにもおぺこという感じであり、このうちの人気者であった。 さっき伺ったんですけれど、と急にオペコが言った。富田祐さんが昨日破門されなすったんですって。中也が止めようとしたが間に合わず、半四郎がびっくりしたように中也を見た。幾田さんが、と半四郎が言った。それは本当ですか 三河町の佐渡屋のご心臓さんと、りゅうちゃん、お京がゆっくりとおぺこを静止した。バカなことを言うんじゃないの。それより手がおるすよ。あの女はいけない。と総十郎がおぺこの尺を受けながら言った。佐渡屋のお富士さんといえば知らないもののない浮気者だ。 これまであの女のためにどれだけしくじったものがあるか知れやしない富田優がそれを知らないはずはなかったろうにな富田優も富田優だからなと八百が半四郎に言った浮気者と浮気者でどっちがどっちとも言えないさしかし住吉町から破門されたとすると次の興行には出られないだろう と、宗十郎が八尾蔵に言った。浅間ヶ岳は、富田悠の出がたりに決まっていたんじゃないのか。そのはずでしたがね。それは、と、おぺこが素早く言った。代わりに、伊佐田悠さんが出るんですってよ。りうちゃん、と、お京が言った。半四郎は、 また、中也の顔を見た。話を変えよう、という目つきだった。相談というのを聞かせてくれ、という意味でもあるらしかったが、中也は気づかない風を装って、宗十郎と八百蔵の話を聞いていた。八百蔵と半四郎はよく一座を組むが、宗十郎は三つ五郎、 おめぞう、ともえもんらの一座で一緒に舞台へ出る機会が少ないからお互いの遠慮で芝居の話は避けるのだろう。ひいき客や遊びの噂などが次々に出た。そのうちに宗十郎がふと口をつぐみ、みんな黙れというような手真似をしてそのままじっと聞き耳を立てた。 静かになったこの座敷へ遠くから三味線の音が聞こえてきた宗十郎は昼夜に振り返って「枕紙ですね」と言った「あなたの枕紙でしょう」「古いものです」と昼夜は苦笑した宗十郎はなお聞きすましていたが三味線と歌が終わるのを待って あの歌を芝居に使いたいがいいだろうかと聞いた。里鉛まり恋の三つ引きで大臣文蔵が土手を歩くときに下座で入れたいのだという。中也は承知したが、前引きの三味線の手がいけないから直してみましょう。と言い、お京に振り返って、ちょっと持ってきてくれ、と囁いた。 お京は立って行き、すぐに三味線を持ってきた。あのままでいいと思いますがね、と宗十郎が言った。まあ聞いてください。中也は三味線の調子を直しながら言った。あれは少し手が多すぎるんです。